サラの戦いは冬戦争の戦いの一つ。ソ連軍とフィンランド軍がフィンランド北部サルラ近郊で行った戦闘。ソ連軍はサラを通ってケミアルビとソダンキュラへ進軍し、さらにロバニエミまで2週間で到達することを命じた。これらの都市を拠点に、さらにフィンランドを精神し、トルニオに到達、フィンランドを南北の2つに割ることを計画した。 フィンランド軍はこれらの阻止をケビアルビトーブで言った。1940年2月末、フィンランド軍はスウェーデン・ノルウェーデンマーク人の義勇兵からなる SFK 戦闘軍に置き換えられた。フィンランド軍は戦争当初この地域には貨兵しか置いておらず、第17独立大隊、サッダー大隊及び一個中隊が動員されているのみであった。その大部分は国境警備隊で、 この兵力は、クルト・マッティ・ワレニウス少将が率いるラップランド軍の霊下にあった。攻撃側のソ連軍は、第122師団を投入しており、さらに第88師団の投入も考えられていたが、この師団は補給の低さから戦闘に参加しなかった。ソ連の撤退とフィンランドの反抗ソ連軍は、フィンランド軍を攻撃しながらケミ側まで進撃。しかし、 河川で防御するフィンランド軍に突破口を開くことはできなかった。1月13日、ソ連第9軍は122師団をマーカージャービまで撤退するように命令した。その後大規模な作戦は行われず、小さな小競り合いのみが行われた。ありがとうございます。